世界最大とされる、無色透明な水晶球。直径32.7センチメートル、重量48.5キログラム。アメリカの国立自然史博物館所蔵。水晶玉とは水晶を球状に加工したもののこと。一般的に色のついた水晶ではなく、無色透明な水晶が材料として選ばれる。定義の上では球状に加工した水晶であれば、水晶玉と言えるので、 その大きさは問われないが、一般的に人間にとって扱いやすい大きさであることが求められる。以上のような特徴を持った水晶玉は古くから作られてきたと言われているものの、いつ頃から作られ出したのかは定かではない。ただし2000年前のナグオ解析が水晶をはじめとする、奇跡を樹頭状にする細工工房であったことから、水晶を休憩に加工する技術は少なくとも、 やよい時代中期に遡るものと考えられる。なおガラスなどを材料に作った模造品も存在する。ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス水晶級水晶は宝石の一種として扱われることもあることから、水晶玉は宝石の加工品として装飾品などとして用いられる。他に水晶玉の呪術的な力については証明されていないものの一部の人々は水晶玉に、 呪術的な力があるとして、パワーストーンとして扱ったり、スクライングに用いる。手品など不思議な雰囲気を醸し出したい場面での衝動具として用いられることもある。さらに絵画などに何らかの意図を持って水晶玉が描かれることもある。また、架空世界では実際に何らかの力を持った水晶玉が登場することすらある。水晶は、 宝石の一種として扱われることもあるが、無色透明な水晶は地球の大陸近くではそれほど珍しい鉱物ではない。しかも水晶はクオーツ時計など工業用途にも利用されるため、人工的に生産されることすらあり、大きくて無色透明な水晶を入手することも比較的容易である。しかし水晶は二酸化イ素の結晶であるため、天然の水晶は主に六角柱状の結晶として、 算出するので加工が必要であること。さらに天然であっても人工であっても水晶は比較的硬い鉱物であるなどの理由で局面に加工するのが難しいこと。この二つの特徴を水晶が持っているため、それを球状に加工したことによって希少価値が発生する。ありがとうございます。